ハローエブリディ。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。というわけで今回はですね、まあいつもみたいに今から作るやつを見せていくじゃなくてですね、数年前に作った分をまあ今でも問題なく走れてるから改造方法を紹介していこうということで、まあリクエストもいただいてましたので、まあタイトルにもございます通り、1インチのヘッドチューブのフレームをオーバーサイズに変換するっていう改造方法です。パーツから何から何まで自作になりますし、もちろん自己責任ですので、その辺はよろしくお願いいたします。結論から申し上げますと、もう見ての通りできます、可能です。で、この仕様で今どんくらい問題がないんか、3年使ってます。今の現状で全く手加えず1万6000キロぐらいは問題なく走れているということになっております。はい、結構山とか行ってね、自転車の法定速度ギリギリぐらいまでは出てるかと思いますが、そっからのフルブレーキングでも全然全く問題ないです。まあ、細かい話の前にまず構造を皆さんに見ていただこうと思います。こちらです。断面図なんで分かりにくいかと思いますが、皆さんのフレームはそのまま行きます。全く加工しなくて大丈夫。場合によるかな。やったことはですね、上下にパイプをはめ込んだだけです。実際やっぱり皆さんのフレームにね合わせていただくんで、まあこの値は参考値として、1インチのヘッドがですね、だいたい 34.1 か2ぐらいですね。てかまあ実際には値に合わせるというよりフレームに合わせていただくということになりますけれども、で、構造的にどうなっているんかと、ヘッドは皆さんのお持ちのフレームに接しさせてあげてください。じゃないとこの構造上支えることができません。パイプは何をするんかと、ヘッドが前後左右に動かなくするのと回らないようにするっていう仕事だけです。なので構造上これ使ってるのはアルミですけど、アルミ材自体は体重をまあ直接 100% 支えてるわけではないっていうことになってます。ぶっちゃけ説明は以上です。はい、ですけども、まあ変遷といたしましては、最初は2015年の12月、元々は22インチの子供用自転車で、で、まあ、24インチのジュニアロード用のホイールをね、ジュニアロードをわざわざこうって入れたんですけど、その時についてきたフォークが1と8分の1だったんです。オーバーサイズですね。まあ、それを入れるために、まあ、これを考案した。その時やった改造は、今のやつではなくて、友人が、まあ、ピストやったかな、のフレームがいらないっていうことで、いただいてまいりました。それは、オーバーサイズのヘッドチューブだったんですね。で、そのオーバーサイズのヘッドチューブの内径を測ってみたんです。この私のヘッドチューブの外径と、まあ、言うたらこういう状態で、ドンピシャやったんです。これはいけると。ヘッドがちょっと長かったので、余分な分をぶった切って、まあ、いただいたんでね、ありがたく。ここに刺して、ピストンについてたヘッドセットを上下に押し込んだと。これでまあ、だいたい半年ぐらい乗ったんですかね。まあ、それで全く問題ないと。私は自信がついたので、いよいよ今回私がこれやっている改造に踏み出したわけですね。そう、やっぱり不格好なんですよ。パイプぶっ刺しただけじゃ。で、私は2017年、いよいよ、こちらの改造に乗り出しました。まず探しましたのがパイプです。前につけてた黒森がまあ鉄鋼、まあ鋼と鉄ちょっとちゃいますけど、まあ鉄のね加工した石なんで、だいたい3倍の重さ、3倍の強度です。アルミの場合それまあ逆に3分の1の重量、3分の1の強度になります。およそですよ。まあ合金とかによって多少かかりますけど、参考まで。アルミ合金、アルミアロイ表をですね、探したくって、その中でなおかつ自分が手に入れやすい、まあやっぱり A7075 っていう一番強い超超チュラルミンのパイプが欲しかったんですが、これがね絶望的に売ってない。まあ多分ちょっと工場とかに頼んだ、今やったらねいけるかもしれませんけど、ちょっと前やったんでね、当時ね高校生か、バイトもしてなかったんで、絶望的にお金がなくてですね、予算も3、4000ぐらいやったんちゃいます。やっと見つけたんが A5052 というアルミ合金です。アルミで言うたら中の上ぐらいの合金なんですね。まあまあ強くて粘りもあるという。で、これがなおかつですね、業者さんとかまあ例えば納品するのに長さ合わせるために切るじゃないですか。で、その時に端材が出るんですね。でもそれ捨てたらもったいないじゃないですか。まあそれを安くヤフオクに流してはる方がいらっしゃいまして、それを買ったんです。直径40ミリの厚さ3ミリか、内側が34になるのかな。そう、
ほぼこれにドンピシャなんですね。そして最初の仕様と現在の仕様を見ていただいての通り、パイプの外形には全くこだわらなくて大丈夫です。で、当時私が持ち合わせてた工具とか道具ですね、まあ、例えばやっぱりパイプの内径とか削るんやったら、まあ、外径もこう綺麗にフレームにこう合うように綺麗になってますけども、旋盤とかね、綺麗に輪っかをね出すことのできる、まあ大体10万ぐらいするんじゃないですか卓上の旋盤でもそのぐらいすると思います。はい、まあ、今回の場合はね、旋盤があれば楽勝です。あとはやっぱり直径測るのにね、内径とかノギスとかいります。どれもなかったです。今は家にあるよ、欲しい。はい、私がお持ち合わせてたのは、今も使ってないこのリューターと呼ばれる、まあ、あの歯医者さんのあれやと思っていただければね、わかりやすいかと思います。噛みやすいですよ。でそれから上位と、でそれで全く問題なく走れてますが、はっきり言っておすすめはしません。精度もいまいち出てないと思います。一つ申し上げたいのが、時間はあってもめちゃめちゃ時間がかかるということです。時間はあってもめちゃめちゃ時間がかかるということです。リューターで削っても6時間6時間ぐらいかかったんちゃいます？これ大変でしたね。ヘッドの圧入工具もなかったです。これもおすすめしません。最低限あのでかいワッシャーとか、まあ、ネットとかで結構上がってますけどもね、自作 の、 あのヘッドの圧入工具ね、長いネジ山のついた棒をこうてきて、ナットとワッシャーをこうてきて、で圧入していくっていう方法ですね。この自作のオーバーサイズヘッドを作るときに、まあ、難題が一つあって、ちょうどトップチューブとヘッドチューブとダウンチューブ、これ交わってるとこですけども、刺すためのパイプが長すぎても短すぎてもダメなんですね。そう、ヘッドで体重を支えてるからなんです。計算していただきたいんですね。中の刺さってる部分の長さと、皆さんの作り張るパイプの長さと、それからヘッドが上に張り出してる部分がぴったり計算で合わないとうまくいきません。でそっから、まあ、フォークの長さ、コラムの長さに関しては、まあ、そこからまた計算していただく必要があるんですが、それは私みたいに22インチの子供用自転車に24インチのジュニアロード用のフォーク入れたいとかいう方がもしいらっしゃったら、あのめちゃめちゃあのヘッドのハイトの低いものを選んでください。衣が足りません。長さがめっちゃギリギリでした、前もね。上から4ミリぐらいはなかったです。まあそんくらいが普通なんですけど、で私が選んだのが世界一軽くて世界一ハイトの低いと言っても過言ではないケインクリークの AER-EC34 というオーバーサイズ用のヘッドですね。これがめちゃめちゃ軽いんです。1万5千円くらいしましたけどね、もう売ってないんですけど、クソラライトのヘッドがもう一個あります。それが比較的近いですね、比較的には。強度ですね。私が最初に試したあの黒森のフレームが厚み1ミリでした。ということは単純計算でアルミを同じ強度に持っていこうと思ったら3倍の厚みが必要なんで、私は3ミリのパイプを選びました。こっからは皆さんにお任せするんですが、ヘッドの形状ですね、パイプ残ったまんまじゃやっぱり不格好かなということもあって、私は台形みたいにしたんですね。こういうふうにやり方ですけども、物理かな。はい、得意じゃ、あんまりそんな言うで得意じゃないので分かりませんけど現状問題ない設計を公開しますと、私がまず使ったパイプの長さがですね、23ミリかな、1センチぐらいはヘッドが入ってます。なので13ミリはフレームが刺さってるということになりますね、ヘッドチューブが。で削り方ですけども、あの旋盤がある方はもう言うまでもないですね。はい、もうシューと削っちゃってください。ただそれないよと、もうヤスリとかしかねえよ俺はという方、最低限リューターは買っていただきたいです。結構ね、感覚をつかむのが難しくて、旋盤の場合はぐるぐる回してるのに刃を当てていって削るだけなんで全く難しくないんですが、リューターになると自分の手でぐるぐる回しながら削っていくという作業になるので、で、使っていただきたいのがね、こういう風な刃ですね。これやったら結構楽に削れます。絞り込んでいく方をいっぱい削らなあかんので、下の方のね辺が長いので自動的に絞り込んでいくような形に出来上がると。
で、最初にやった分がこれ下ですね、おそらく。丸いです。まあ、丸くしたいとか、ちょっとエッジな感じにしたいとか、いろいろあると思うんですけども、これは本当にね、説明のしようがないですね。パイプの終わりに向かって削ってあげてください。とりあえず。削っていったら、なんとか出来上がります。あとはもうパイプをね、こう自分の手で回しながら、こういう風に綺麗に削ってあげてください。最初に黒森でやった時は、接着してなかったので、最悪、ほんまに最悪、試しとかでやったら、いらないです。接着剤は。よくはないですね。なので、メタルロックをちゃんと使って、パイプを固定して、ヘッドセットも回らないように内径を合わせる必要がありますね。少し残して、そこはメタルロックをパテ代わりにして、埋めて研磨すれば綺麗になります。ヘッドセット入れる前は、こんな感じです。あ、一個忘れた。めちゃめちゃ難点が一個だけあって、普通ヘッドってパイプに刺さってるだけなんで、内側が盛り上がってるんですね。なので、そうそう、私が自作で作ったね、1インチヘッドセット抜きです。これ。はい。これどうやって使うかと申しますと、まあ、これヘッドセットの中に逆向きに入れて、カチコーンって折ったとこで、フレームの内側から、ハンマーで叩いてあげて、ヘッドセットをコーンと抜いてあげるっていう、そういう感じです。ヘッドが抜けないです。どういうことかと申しますと、そうです。今回の自作の場合は、皆さんの1インチのヘッドチューブの上にヘッドセットが乗ってるんで、組んだ時、綺麗にね、合うんですよ。そう、逆に言うとこれがうまくいくからくりでもあるんですけど、逆に言うとこれがバラせないからくりになってまして、引っかかるところがないんですね。これを刺したとしても。で、私の場合はなんですが、ケインクリークの AREC さんには、穴が開いてます。なので最悪この一辺をね短くしてやれば差し込んだ時にその穴にこれが入るので抜くことができるはずですが、内側がツルツルの面の場合はですね多分抜けないです。ヘッドはそもそもあまり交換する部品ではないですので大丈夫だと思いますが、 AREC34 のアッパーみたいに外もスリムで仮に内側を引っ掛ける部分がないと何かあった時に困ります。まあ、外がねボトムのように出っ張っていれば他の工具でこう掴み取るようにして引っこ抜けばなんとか取れるかもしれません。特に今回のはアッパーがベアリングではなく樹脂で支えているので交換部品が手に入るかどうかですね。なのでご検討のする方は上下ともにシールドベアリングでベアリングが簡単に手に入る企画であるのがベストです。カップ&コーンだとベアリングレースが侵食されて必ずヘッドセット丸ごと交換しないといけない時が来ますのでよろしくお願いいたします。はい、私が言いたいことは以上になっております。もしこれからやりたいなというかつての私のような青年の方でございますと、私より元上の紳士淑女の方応援いたします。まあ、なんか例えばこのヘッドの企画はどうなんやとか、まあ、その辺は多分サイトとかに載ってるんでご自分で調べていただいて、最後のちょうどわからない爪の部分でもわからないことがございましたら何々と聞いていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、よき自転車ライフを。さようなら。30分も一人で喋りっぱなしでした。喋りすぎじゃバカ人の。この動画が少しでも後押しになれば幸いです。出来上がりを見てみたいなという思いもあったりします。そして次回の動画は前回申しておりました 100g のホイール外周の軽量化はどれほど体感、タイム、データに影響が出るのか、あと1回のヒルクライムで終わりきっちり結果出してやろうぜ。